ちょっとあまり伸びないんで。あの、はい、挑んでお買い物皆様こんばんは。また商店街の皆様こんばんは。いつもお世話になってありがとうございます。特にこちらさんの商店街はいい品物を安く私たちに提供してくださるので、私は毎日このイオンさんに買い物に来ています。今おしゃべりしているのは今買い物に来た一般市民で、私は選挙運動員でないんです。でも私はこの場を借りて皆さんにお話ししたいことがたくさんあるんです。皆様お買い物のところ忙しいとは思いますが、この二刀目トーマが今から街頭演説を行います。ぜひぜひ皆様、市民の皆様、お話を聞きたかったら耳をちょっとでも傾けていただきたいと思います。皆さん、この世の中を変えたくありませんか？政治を変えてもっと暮らしを良くなるようなことをしたいと思いませんか？それには皆様の一票の力をずんずんと重ねていって、この二刀目トーマ様を国会議事堂に上げることができて政治を変えることができるんです。私も今までは私の一票ではどうせ何にもならないかなと思っていました。でも違います。皆様の一票をどうか力としてお貸しください。皆様の一票一票の積み重ねでこの政治を変えて、この日本の国を変えていきませんでしょうか。ちょっと私言い過ぎですけれども、和歌山県のある二階俊博さんという85歳の方が50億円も裏金と聞きました。私はあれは裏金ではないんです。自分の懐に入れてはいれないところ、通帳とか懐に入れて、そして税金を払わないんです。私たちが1000万とか1億もらって税金払わなかったら、お縄頂戴で警察に逮捕されて捕まって大変なことになるですよ。私はあの人たちは絶対に許すことはできません。5年間で50億円ですよ、市民の皆さん。自民党のあの人が5年間で50億、1年で5億、10億、1年で10億、1ヶ月に1年で計算するとどんぶり勘定ですよ。1ヶ月は1年は 10ヶ月としても1ヶ月1億円使わないと使いないきれないんです。こんなお金どこにあるんでしょうか。返してください、返してくださいと私は言ったんです。市民の皆様、通行中の皆様、大変お騒がせして申し訳ございません。ちょっとでもお耳をお借りしたいと思います。最後の最後になりましたけれども、どうか市民の皆様、ここにいらっしゃる皆様方、二刀目トーマ、二刀目トーマをよろしくお願いいたします。明日の投票日には郵便はがきとか年賀はがきは郵便番号を書くんですけれども、明日の投票日には郵便番号ではなく二刀目トーマ、二刀目トーマでお願いいたします。比例区は平和とひらがなで大丈夫ですので、ひらがなで令和、名前は二刀目トーマ、トーマだけでも大丈夫です。どうか近くにいらっしゃる皆様方、明日の投票日にはよろしくお願いいたします。最後の最後までお願いに上がりました、二刀目トーマ、二刀目トーマでございます。最後になりましたけれども、皆様、何ほど皆様の一票一票の力でこの日本を変えていきましょう。私は一般買い物客のエコバッグ持ってきた東根でした。どうも皆様お騒がしてすみませんでした。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。一般市民の方からの熱い応援演説でございました。次はですね、鶴岡市議の
方からも応援演説が届くようです。どうぞいらしていただけますか。どうしたんか。皆さんこんばんは。いよいよ衆議院選挙、今日が最終日です。もう2時間ちょっとしかありません。令和新選組の二等部トーマ、この期間毎日毎日このボランティア、そして草の根選挙でこの選挙戦を戦ってきました。あと2時間半みんなで頑張っていきたいと思います。皆さん今の政治どうですか。今もね、今も本当に素晴らしいあのスピーチありましたけれども、今の政治、そうそう知ってます。皆さん今回の裏金議員で公認にならなかった議員に自民党本部は2000万円あげてたって話、ちょっと思い出してください。ねえ、スクープされて今大きな報道でもされております。皆さんどう思いますか。とんでもないですよね。本当こんなずれた感覚の政治家たちが自民党の政治なんですよ。今だけ金だけ自分だけ自分たちだけの政治が行われ続けてきた。そのために30年私たちの経済は不況不況不況になっていた。一握りの人たちのための内向きのその政治が行われていたために、国民の多くが今もう貧困だったり、もう本当に大変な思いされている。2万人もの方々が絶望で自死しちゃってる、そんな国になってる。もう半分壊れかけてるじゃないですか。皆さんこのままでいいですか。今の政治こんな、ありがとうございます。今だけ金だけ自分たちだけの政治をこのまま続けていたら、さらにこの国はぶっ壊れます。そのままでいいですか皆さん。嫌です。それを変えるのは皆さんの明日の一票です。今日の8時まで不在者投票できますけれども、今日の投票、明日一日投票、皆さんの投票がこのダメダメな政治を変えるその力です。皆さんには力があります。皆さんには可能性があります。その可能性の一票を明日は投じていただきたいんです。令和新選組は山本太郎を代表にこの国会に風穴を開けてきました。もう今までどの政治家も言えないようなことを山本太郎は発言をし、例えば最近では能登半島の現場10回以上足しげく通って、現場の声、現場で本当に困ってる人の声、困ってる行政マンの声、困ってるボランティアの声、NGO の声、そういう声をそのまんま国会で発言をし、取り上げ追及をしました。あんなことやれるのは山本太郎議員しかいません。原発についてだってそうです。何の力みもない、何のバックもない、何の宗教団体の絡みもない、だからこそできる発言があります。脱原発当たり前ですよ、こんな地震大国で。そして有事のこと考えたら原発危ないの分かるじゃないですか。原発ってもう核弾頭そのものなんですよ。そういうものをやっぱり脱原発していく、これも当たり前ですけれども、山本太郎議員は本当にこの発言をしっかりとやってきました。なんだか口になるもの挟まったようなことを言ってるような政党とはわけ違うんです。はっきりはっきりと、ダメなものはダメ、ならぬものはならぬと言い続けてきた。そしてまさになせばなるの政治です。はっきりとこの消費税は廃止、これヨーロッパで当たり前の政策なんです。そして農業政策は2倍以上、今の2倍の4兆円の予算をかける。山形農業の件ですけれども、未来に本当に引き継げることになってるのか、それは本当みんな不安でならない。それは予算をかけてないからです。新規就農者、
フランスでの300万円地域就農者にはあげられる。でも日本では150万しか得られてない。スペインでは600万支給されます。こうした未来への投資をしっかり行っていく、これが令和の政策です。そして伊藤部豊馬さんは初めはその英語の中学校の先生として活動し、そして大石田町議として5年間この地方自治の現場で議論を積み重ねてきた方です。雪の苦労や皆さんの本当現場でもう介護職の方のお話やさまざまな声を聞き、今回の選挙もくまなくこの地域を回って1年前2年前から回ってこの選挙に挑戦をしているんです。皆さんぜひこの山本太郎を率いる令和新選組、その令和新選組の国会議員としてこの山形から伊藤部豊馬さんを誕生させていただきたいんです。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。この国を皆さんの一票で変えてください。令和新選組と共に変えてください。皆さんの一票、明日の一票は令和、そして伊藤部豊馬に、どうぞどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様の応援、声援届いております。応援演説いただきましてありがとうございます。ではいよいよ今回令和新選組から公認候補を受けました伊藤部豊馬さんから直接演説いただきたいと思います。最後の訴えになるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。東出市の皆さん、お晩でございます。令和新選組伊藤部豊馬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。母のふるさと、ここ東出市の方で街頭演説を行わせていただきます。最後のお願いを、させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私、令和新選組伊藤部豊馬は大石田町で町議会議員として5年やってまいりました。地域の地方の財政状況、地方衰退の現状を目の当たりにしてまいりました。これまで子育て支援、若者の移住定住の支援、それから雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、雪つくところは財政の問題でございました。地方自治体は財政難、自民党は裏金祭り、先ほど3回だか4回だか2回だか忘れましたけれども、自民党の元幹事長50億裏金50億という話がありましたけれども、大石田町の年間当初予算は50億です。一つの自治体を運営できるほどの裏金自民党持ってるんですよ。ふざけんじゃないって話です。地方自治体では今壊滅的な少子化、人口減少が起きています。大石田町はピーク時人口1万人以上おりましたが、現在約6000人、将来推計3000人、山形県全体は101万人から71万人まで減少の推計が出ています。大石田町は年間の婚姻件数も4件から5件となりました。町に子どもたちの声が聞こえない。三大都市圏に人が移っていく理由は何でしょうか。安定した雇用と賃金です。地方移住を妨げている一番の要因は何でしょうか。給与水準です。移住先には求める給与にない、これが要因の一位です。地方に住む方々の生活の不安定さが根底にあります。人口の減少、少子化、生活の不安定さが根底にあります。若者の意識が変わったとかいう政治家がいるんだったら政治家辞めた方がいいと思います。ありがとうございます。じゃあどうすればいいか。失われた30年を取り戻す経済政策が急務です。消費税の廃止、インボイスの撤回、社会保険料の減免、年金の底上げ、季節ごとの現金給付、皆さんの生活を支えていきます。そして最低賃金の全国一律化1500円の導入です。
今の最低賃金ではまともな暮らしはできません。山形県の最低賃金、先月まで900円、その前854円、さらにその前822円でした。夫婦共働きで、もう一つさらに仕事をして子育てをしている、新卒で入社できたけれども車も買えない、もう一つアルバイトを始めた、そういった声をたくさん聞いてきました。ここ東根市も自分の足で歩かせていただきまして、そういった声をいただいてきました。で、先ほど草島市議からも県内を歩いて準備してきた、そういう話ありましたけれども、この山形に行く17市町村すべて歩きました。17市町村、1万5000世帯歩いてきました。自分の足で歩いて、スニーカー3足目です。今穴開いてるの履いてます。伊藤部東馬です。伊藤部東馬、令和新選組伊藤部東馬、伊藤部東馬でございます。政治で壊されたこの国、間違った政治政策で壊された国が日本です。30年も不況が続く国は先進国で唯一日本だけです。景気が悪いのに増税の繰り返し、その結果どうなったか、賃金上がらず、家族を持つどころか自分一人精一杯、ロストジェネレーション、驚愕世代という世代まで生み出しました。このまま政治が変わらなければ、自分は孤独死するか自殺するか選択するしかない、そういう声も聞こえてきます。こんな世の中変えたいんです。こんな社会を変えたいんです。政治を変えていきましょう。山形県からこの国を変えていきましょう。失われた30年を取り戻す経済政策、裏金自民党には不可能です。ここまで地方をぶっ壊してきた、この国をぶっ壊してきた自民党、裏金自民党には不可能です。そして与党なのか野党なのかわからない政党、与党なのか野党なのかよくわからない政党にも不可能です。この国を救わない、地方を救わない予算に反対すらできない国民民主党、あるいは野党ではありません。本気で戦う野党は令和新選組だけです。この国を取り戻す、一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す、令和新選組がそれをやります。地方を立て直す、山本太郎と伊藤部東馬が先頭に立ちます。まだまだ皆さんのお力添えが必要です。選挙戦残りわずかとなりましたが、明日の投票日には皆さんの一票、お力添えをどうぞよろしくお願いいたします。伊藤部東馬、投票用紙には伊藤部東馬とお書きください。そして投票用紙、今回2枚あります。令和、ひらがなで令和とお書きください。どうぞよろしくお願いいたします。母のふるさと、ここ東根市で、街頭演説を行わせていただきました。最後の、お願いをさせていただきました伊藤部東馬です。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう。令和新選組公認候補伊藤部東馬さんご本人からのお訴えでございました。ご清聴いただきましてありがとうございました。明日は投票日でございます。皆様どうぞ二刀部東馬に清き一票を積み上げて、どうぞ国会へ送っていただきますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、次オーバンですぐ